日田市文化交流センターは、岐阜県日田市古川町若宮2丁目にある多目的ホールを中核とする複合施設。日田市の文化施設が集中する日田市文化村の一角にある。運営は指定管理者の特定非営利、活動法人日田文化村が行っている。設計者は、金沢工業大学教授で、金沢計画研究所を主催する水野一郎である。 日出中心部の公共施設群と合わさることによる利便性と街の賑わい創出、一体化交流拠点の役割を持たせ、市民の日常的な練習、制作、発表の場としての側面と講演、工業、祭事の鑑賞の場としての側面の二つを両立させることを意識した設計になっている。施設内は、ホール、練習室、ボランティア活動室の三つの機能を明確に区分し、 コミュニティロードや光庭でこれらを分離、結合させている。敷地面積は25,873.96平方メートル、建築面積は4,338.53平方メートル、延べ床面積は5,617.82平方メートルである。鉄骨鉄筋コンクリート構造と、 鉄筋コンクリート構造に一部鉄骨構造の地上を2階地下1階だけで、1階にスピリットガーデンホール、小ーホール、楽屋、音楽練習室、練習室兼リハーサル室、2階に和室練習室、ワークショップルーム、プレイルーム、スタッフルーム兼会議室などがある。小ーホールは105席で毎月8日にランチタイムコンサートを開催している。設計には、 日出市の個性が盛り込まれ、雪国としての性格を岩木風のコロネードに、瀬戸川沿いの街並みから、白壁や窪み、緩やかな曲線を着用しており、景観条例に合わせて、寺院の屋根の高さを超えないようにしている。中庭側の曲線を用いたデザイン性の高さに、対して、高山本線に面した側の外観は、ネズミ色の平面的な箱型を呈し、無機質で無表情である。 文化交流センターの敷地は、営林署の跡地であり、東美術館、東古川郷土民営会館、東古川町公民館、東古川町総合保健福祉、センター、ハートピア古川が先行して建設されていた。これら4施設に、外観や規模の統一性はなかったが、文化交流センターと回廊の建設によって、統一感を創出した点が評価できると、 西沢康彦は評した。文化交流センターを含めた5つの施設の間の中庭には音楽をテーマにした地元出身作家による彫刻が21点屋外展示されており、庭園美術館としての機能を持たせている。中庭は4つに分かれ、中央に舞台がある。以上の施設群は東文化村と総称される。館内画像右手が スピリットガーデンホール大ホールがこの施設の中心となり主にクラシック音楽の演奏会への利用を想定していることから可動式の反射壁を配置してソロからオーケストラまで広く対応できるように工夫している。付近に高山本線が通っていることから振動や音の影響を受けぬようホールは高山本線から遠い広場側に設置された。ホールの名称 スピリットガーデンホールは、竹光徹が、旧古川町のために作曲した、スピリットガーデンに由来する。座席は、全市民が楽しめるように親子席、車椅子席、じ敷席も設け、内装に、日出市の伝統である木工を採用した。座席数は702席で、2012年度の稼働率は、約30%である。古川町の音楽団体の活動拠点であった。 千代の松原公民館一時取り壊しの危機にあったが、回避されている。日出発足前の吉木郡古川町は住民による音楽文化活動が盛んな地域であり、町当局も町づくりの核の一つに音楽文化を活用しようとしていた。その中心的な存在であったのが1978年5月5日に、町民有志が設立した日だ。古川音楽文化協議会、通称、 音文教である。音文教は1980年9月17日に東京フィルハーモニー交響楽団の日田古川公園の誘致に成功、古川町初のオーケストラ演奏会だったことから、会場の古川町立古川小学校には大勢の住民が鑑賞に訪れ大盛況であった。音文教はこの収益と備品を古川町に寄付し、 町は1981年3月に古川町文化施設等整備基金条例を制定、音楽ホールの建設を目指し、古川町第3次総合計画にも計画推進が明記された。音文京は東京フィルの演奏会後も日本国内のオーケストラの招待を続け日が古川国際音楽祭へと発展させる素地を作っただけでなく、古川町の小学生による日が古川 音楽の森合唱団の設立に尽力した。古川町当局も1989年に、日だ古川音楽大賞を創設第1回で大賞を受賞した、竹光徹は、スピリットガーデンを同会で創設記念賞を受賞した、諸井誠は、竹林北巻の1、北色派を、それぞれ古川町のために作曲した。こうした中、 1990年文化庁の地域文化振興特別推進事業の一つに古川町の飛田古川音楽の森事業が選定され3年間の財政援助が得られることになった飛田古川音楽の森事業は当時の総合保養地域整備法やふるさと創生事業の影響を受けて飛田古川国際音楽祭芸術家村拠点づくり 岐阜県のオーケストラ育成を掲げており、ひらふる国際音楽祭の会場となる音楽ホールの建設が計画された。バブル景気を反映して芸術カムラ構想はスポーツ施設の整備をも含んだ総事業費550億円の古川黒内地区ニューリゾート基地構想に発展したが、バブル崩壊により音楽ホールの建設もろとも中止された。それでも2001年度からの 古川町第五次総合計画では、音楽ホールを含む生涯学習センター建設が盛り込まれ、宮川河川改修工事の一環で取り壊し危機器にあった、千代の松原公民館の代替施設が求められていた。2002年1月、日田古川中心市街地再生計画が策定され、その中で生涯学習機能とホール機能を持つ複合施設の建設が提唱された。 複合施設の具体案を作成するために、日田古川町づくり検討委員会も立ち上がった。その中で当初古川町側が提示した座席数は500席であったが、公開委員会の場で座席数増加の要望が出されて議論が紛糾し、最終的に702席、内固定席を690席とすることで決着した。さらにこの計画づくりに参画した住民が、 NPO 法人日田文化村を設立し、日田市から委託を受けて運営者となることも決定した。そして2006年3月20日に建物が完成し、6月3日に大小のホールを持つ日田市文化交流センターとして開館した。建設費は27億6900万円で、財源は合併特例債から14億円、町づくり交付金から10億5900万円と、 旧古川町の基金2億円も活用した。志向者は株式会社、道口電気音響は内田音響設計室が担当した。その内大ホールは、上述の竹光通るにちなんで、スピリットガーデンホールと命名された。センターは、日本建築家協会優秀作品選2007、2007年中部建築賞、日本建築学会作品選賞2009を受賞した。 古川町の基金は8億円あったため、建設に投入した2億円を除いた分は、開館後の運営費に回された。開館から1年の稼働率は50%を超え、多くの市民に親しまれる施設となった。2007年9月8日、2004年の台風23号で、普通となった高山本線の全線復旧式典を東の主催で開催した。2011年7月2日、 開館5周年記念に東京都交響楽団の演奏会を実施した。この時の演奏会では、スピリットガーデンの名で CD 化され、1000枚限定で文化交流センターにて販売された。2015年7月2日、開館10周年にドラム、タオの演奏会を開催、同年7月24日には電波組、インクのライブツアー、輝きツアー2015を スピリットガーデンホールで開催し、中川翔子もステージに上がった。2015年2月13日、開館10周年記念事業として、オペラ、アモーの初演が上演された。脚本、台本、演出は、荒井正人。作曲、四季は、伊藤康秀。出演、水口里大村博美ほか。還元楽は、アモ・チェンバー・オーケストラ。 2016年8月26日に公開された、新海誠監督のアニメーション映画、君の名は。では、日だ市内の日田古川駅や啓太若宮神社、日だ市図書館などがモデルとして作中に登場した。しかし、日だ地方にあった唯一の映画館である、高山明沢2014年に閉館し、日だ市民が君の名は、を見るためには片道1時間半をかけて、 富山市まで行く必要があることから、モデルとなった場所であるにもかかわらず、映画を見られていない、日だ市民が多かった。そこで、日だ市では、映画公開前から、上映会ができないかどうか、東方と交渉しフィルム確保等の問題から、難航していたが、11月6日に、日だ市文化交流センターで同日のみ3回の、上映が決定した。 市民限定で販売されたチケットは1時間ほどで完売し、当日はそのチケットが全席自由席であったため、各上映会とも良い席を求めて2時間前から行列ができた。上映では新海監督から東へのビデオメッセージも公開された。3回の上映で1950人の市民が干渉したが、この上映でチケットを買えなかった市民が多数いたことから、 12月11日に追加上映が行われる予定である。ありがとうございます。